土地探しまーす。ようやくキッチンカー第2弾ですが、まあ、キッチンカー購入決めたけど、まあ、到着が遅いけ、今のうちにいろんな準備進めようと思って、いろいろさ、容器はなんだとかさ、上りはどんなの作るだとかさ、いろいろ考えたけどね、いろいろ同時に進めてるけど、とりあえず土地を探しに行こうと。はい、でなんか店舗型のようにキッチンカーって大体イベントにこう出向くやん、そんじゃなんじゃなくて、うちのこの近所で大きい土地を借りて、そこにもう据え置き型、ずっとそこから動かないという店舗みたいな感じにしようと思ってて、ちょっと周りに土地探しに行きます、今から。はい、はい、でいい土地あったら、あの法務局行ったらさ、誰の持ち主か分かるけん、直接交渉できる。おお、まあ、あのお茶の土地もそうやって探したとやけどね。おうおうおう、そんな感じで今から土地探しに行ってきます。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。なんかパンフレットとかも持ってくれたら、まだある。何のパンフレット？フライヤー。あ、いっぱいある。いろいろ進めとくけん、それでもちょっと見てよな。あ、そうね。どうやってこういうさ、俺らも初めてやけど分からんけどさ、なんかさ、起業するとかさ、なんとか屋さん始めるとかさ、全く分からんやん、普通の人で。だけど、この全工程を見せて、なんかね、キッチンカー始めたいという人とかさ、なんかこう、どうやったら起業じゃないけどね、そういう商売ができるのかっていうのを分かるように、若者にね。そうそうそう、俺も分からんけど、手探りで今しよっけん、一緒にだけコメントでアドバイスとかもらえてもいいね、こうやった方がいいよとか。で今、知り合いがご飯屋さんしよって、胸くんの同級生、はい、俺の地元の一個下の女の子で、うん、あのご飯屋さんしよって、そこの人にアドバイスもらったら、フライヤーはこの谷口っていうところが掃除がしやすいとか、なんか手が入りで掃除がしやすいとか、そういうのがあるらしいけ、フライヤーをね、これチェック入れてるやつがね、ここ、ほら、そうそうそう、昨日送ってもらった、こうやって、でここに置くところがついとっけ、ここに1回目の上げたやつを置いとって、お客さん来たら2度上げしてみたいな。そうそうそう、ただストック溜めすぎても悪いんだっけんさ、まあこんくらい売れるやろぐらいは先に上げとってみたいな、2度上げがいいよとか、まあ、いつもうち二度揚げで唐揚げ作るよっけんさ、まあ、唐揚げを作るんですチラチラ言ってるけど、こういう業務用フライヤーとか置いて、今度いろいろ調べたら、キッチンカーはこの箱に対して何がいるとかね、あの手で水を出して手洗って手で閉めたる関係、手で開けて手洗ったら肘で閉めれたり、足のポンプで止めれたりというシステムがいたりとか、あと何があったかな、あと水のタンク、揚げ物だけをするなら水のタンクは何リッターとかね、20リッターでいい、40リッターがいい、200リッターいるみたいな、水の容量も決まってさ、排水と、最低限の、そうそうそう、でそれも、で食品のなんか効率的にさ、いろんなそこで仕込みとかしちゃいけなかったりね、何リッター以下やったら、ちょ、これ合ってるか分からんよ、なんかパッと調べたやつやけど、いろいろ決まりがあるみたいな、今調べていきよう、そうそう、今調べてる途中で、これ正解かどうか分からんけど、で唐揚げは調理場を借りて、調理場で仕込みをして、その仕込みを持って行って揚げるだけやったら、確か容量ちっちゃくていいとか、保健所とかにも OK とか、そういうのもいろいろあるみたいやけん、そこも調べて、ちょっとできる範囲の感じでこうやって調べてます。ってことで土地を探しに行きましょう、一番重要です。でうち、あの佐賀県のにあるんだけど、あの通用化ハウスね、ちょっと行ったら国道34号線って言って、佐賀県で一番主要道路が走ってるけん、なるべくここの近くで売りたいなということで、この近くの34号沿い、あっちは恵美線って言って県道があるけど、どっちかにちょっと土地があればなと思って、ちょっとざってみたらね、そこら辺になんか広いところがあってね、元なんかトラック会社の土地かなんかもあったけど、そこも見に行ったりとかいろいろしようと思ってます。了解です。じゃあちょっと行ってみよう。はい、まあ、あそこ目星つけてるけん、ちょっとそこをまず見に行こうか。そうやね。はい、うん、さあ、じゃあ土地を探しに行こうかね。はい、目星つけてるところをまず見に行こうか。あの両院パンにあったっけ、ね、セブン階両院パンの横らへんにさ、めちゃくちゃ広い土地があると。で、最初さ、これ始めた時にこうちゃんと言った時はさ、あのもうちょっと南の方にミニストップがあって、その隣が元ファミリーマート、ほとも っ, っとかな、国家弁かな。で坪的には多分200坪ぐらいのところあって、大きさ的にちょうどよかねって話しよったけど、この間のフリマでさ、4000人もの人が来てくれてさ、車で言うと多分1000台2000台1000台ぐらいは来てるのかな、まあ、確かにね、じゃないけどさ、なんかこれで変に中途半端に狭いとこを借りて、なんか迷惑かかったりしたらさ、まあ、一応警備員とかも雇って、初日っていうか、まあ、1週間ぐらいはね、鶴岡が出店するときは警備員も雇うつもりやけど、パンクしてしまいそうでさ、
ね、道とか近隣の人にも迷惑かけそうやけ、うん、ちょっとそう考えたらあそこ狭いかなと思ってね、うん、こことかもよかや、うん、それ出てすぐのね、田んぼ畑かだけちょっとさ、うん、多分土地代すさまじく高くなるけど、最初の月はさバカみたいに広いところを借りてもいいのかもしれないと思ってね、そう、うん、とか賛成、そうオープンの日を告知、あここも売り地だ、貸し地、売り地貸し地、ほらここ右、これこんくらいやったさ最初見た時、ああさああキッチンカーとしては最適ぐらいの感覚やけどさ、うん、多分あのフリマを見た感じ迷惑かかる、そう、ね、渋滞になったらまずいけどな、渋滞作ったりしたら、うん、多分これあここここここだ、ここここですね貸し地、ほら広か、また広か、あー広い広い、あーこんくらい欲しいね、あーあ書いてあった不動産っていうか連絡先書いてあったっけ、ちょっととりあえず電話してみようか、うん、ちょっと電話してみます、ちょっと電話したところ前貸してた時が〇〇万って、ちょっと予想より高かったけど、でもまあ国道沿いやけんそんなもんじゃろう ね、 そうね、もしお客さんが少なかったとしてもちょっと迷惑を考えたらね、本当にとんでもないことになって迷惑になることを考えたら、赤字でも最初の月はそんくらい下が良かかもしれんなと思うけ、ちょっと交渉しに行こう、ちょっとめちゃくちゃ高いけど、やっぱね国道沿いやけんね、あそう、それで入っていいって、あの見たいって言ったら見に行っていいですよってことやったけど、ちょっと近くに止めて見に行きます、うん、はい、さあ到着、入りました、はい、よいしょ、ちょっと待って、よいしょ、よいしょ、広い、あー広いね、広い広い、引っかかりとかもせっかね、で目立つところに置きたいけん、ここら辺に置いてる感じかな、一応端っこから撮ってみようか、電気の、あ電波塔これや、あーそれだそれ、電波塔があるって話やった、あーあーあー、これ広いもんか、これなんかこの後ちょっと交渉行こうか、広いなちょっと、一番端っこまで行ってくれ、一番こんな感じ、ちょっと紅茶に向こう立たせて、超広い、あ、じゃあ丸かけたな、あっちなんかタイムマシン3号みたいな後ろだよね広いね、広い広い、今100台じゃ言わんかもしれんね、普通に止めたら100台以上、紅茶があんなちっちゃくなって、うん、端っこまで草刈りとかせんまで、あ、もう疲れたね広い、だって画面であんま見えんやろ、見えん、全然、いや、これすごかね、あんな奥まであるったい、え、ここいいね、こんだけ広かったら迷惑にはならんやろ、ほら、うん、この感じ、いや、もうカメラでは分からん、分からんぐらいまで行ったね、うん、見えんね、はい、こっちは一番端っこ今多分、まだ行きよ、まだ向こうあると、もうカメラではおらんよ、おらんね、ちょっと一回消えて借りていい、ここで、あ、今手振るよね、今ここでこうちゃんがじゃん、あれ、あ、いた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 、これここね、今紅茶がここにいます、ピュッ、すげえ広い、ちょっとじゃあざっと回ってみようか、くるくる草刈りして、まあ平地で言ってもそんな線で良さそうね、うん、ちょっとガタガタだけど別にいいんじゃなかろうか、山前、ね、に手伝ってもらおうぜ、あ、水道あるじゃん、お、ほんとやん、水道ある、水道あるじゃんめっちゃいいやん、あとは電池があったらもっといいねでももともと建物あったとこやけん、電気も簡単に通せるやろね、電池通せると思う、多分給電かなんかにお願いしてね、電気切ってほしいかね、いや、ひどいわ、綺麗にまっすぐしとるね、ていうかさ、やべえ思いついたな、イベントできそう、イベントできそうで借りた土地でイベントできるやん、イベントできそう、200人とか300、ちょっと車をさ、キッチンカーをやったら何台止めれるかとか分かりやすいか、それか、あれよ、駐車場あるとこから送迎バスをこう出して、そうね、ここから送迎バス、でも送迎バス何人乗せも1000人ぐらい乗せましたイベントできそうね、ここね、うん、やべえ、あ、思いついたね、でイベントしつつキッチンカーも出店したからねそうそう、よかね、よかね、楽しそうや、洗いとかね。で、ここちょっと交渉しよう。ちょっとでも
いいかもしれんレベルやけど、ちょっとちょっと高いけん。ちょっと高い。だってでも、うんうん、やっぱ唐揚げでの、ね、唐揚げの売り上げで待って相当やけんね。そうそう、ただちょっとただ1ヶ月目は多分物珍しさで来てくんさっけん、うん、でもまあ赤字でもいいやん、ぶち。いや、まあまあ、俺の考え的にはさ、キッチンカー買って売って100万差ぐらいになるっつね、マイナスが100万ぐらい、うん、でその100万さえ取り戻せたらいいかなって思うけん、うんうん、別にさ俺ら儲けようと思ってしてるわけじゃなくて、視聴者さんに俺らが作ったものを食べてほしいっていうのが一番やけん、うんうん、だけここでもいいかもね。でしかもさ、ぶっちゃけ万赤字でもさ、もう楽しんでもらえたらいいやん。まあね、まあ、うんうん、ただちょっと交渉しよう、交渉しよう、ちょっと交渉しよう。こうちゃんが担当やけん、こうちゃんにこうしょうに行ってもらう。結構ね、近所やったさ、不動産屋さん、うんうんうん、でちょっとできたらまあ、うん、まで交渉して、で借りれたらもう決めよう、ここに。ああ、ね、そうね。ってことで、はい、行ってきてくれたってね。で、たらもう不動産屋の社長さんと話して、もうとりあえずお試し期間で1ヶ月だけ貸してくださいっていうふうに。だってね、あそこのバカでかいところを結構な金額出してずっと借りてもね、うん、怖いやん、やっぱ一発目はさ、うんうん、その売り場の営業でドカーンってくるかもしれんけどさ、うん、3日目4日目とか多分減るやろうけん、減る減る減る、そしたらでかすぎるけん1ヶ月間お試しね、でお願いしますって言って、でそこはやっぱ通常の半額で、半額にしてくれて、本当に安そうに言うと本国とかよね、なんとかお願いしてきたぞよ。あ、お願いしてきたぞ。あ、なるほど。半額、あ、1ヶ月間のお試しは半額でいいって。もちろん。で、社長さんもね、釣り岡の言葉知っちゃったと。あ、そうね。うん、そういう助かる。あ、不動産屋の社長さん。不動産屋の社長さんが知っちゃって、その、昔、向こうの方に住んどったやん。釣り岡ハウス2号店。2号店って言っちゃって、そこの言葉知っちゃって。あ、そうだ。さすが不動産屋さん、ね、不動産屋さん、さすが。じゃあその半額の金額で借りれながら、うん、もう永続的に借りてもいいかもね。いいかもしれない。2ヶ月目3ヶ月目にさ、まあ、分からんよ、もう本当に1ヶ月限定でする予定でね、いいじゃん、で好評でやっぱそうね、延長する場合もある、延長する場合もあるけん、そうなったら、うん、また別の場所借りてもいいし、うん、本当に1ヶ月で多分終わらせるかもしれんけん、1ヶ月やったらね、でも一応先のことも考えんばもんね、やめないでって言われる声が多くなったりしたらさ、そうそうそう、気持ちとしてはちょっと一イベント的に1ヶ月間って覚えたけど、あのマリモとマルチャンネルの時もそうやったけど、もう1ヶ月で やめれん雰囲気になってくるさ。ああなるほど、多分今回もそうなるけん、先も一応考えとかんばけんね、うんうん、そうなると客足が減って2ヶ月目3ヶ月目になったら、うん、他の土地をその間探すか、うん、それこそもっと安い金額でもうちょっと狭いところがあったら、うんうんうん、それこそその不動産屋さんにいいとこないですかって聞いてもよかしね、あ、一応聞きやすい、あ、OK、別にもありますかって言うたら、じゃあとりあえず今回はあのめっちゃ広いところでいいやんね、うん、いいと思うね、うん、で半額、オーナーさんもめちゃくちゃよくしてくれるので、ああそうつだよ、水道もあったけんさ、契約したら水道もあそこ出るやろ、あ、改善できるって言うのか、着地があった、あ、やっぱね、あったもんね、電気も OK やし、井戸は飲めんけど井戸もある、あ、めっちゃいいやん、いいよね、それすごいじゃん、でさ、胸くんが途中で思いついたイベントやろうっていうのもあるよね、ありと思う、唐揚げイベントでもいいけんね、とかでさ、うん、大特価でもあの安くしたりとか、うん、それからいろんな YouTuber 呼んでトークショーしつつ、うん、唐揚げ屋を出店するとか、うん、いいね、盛り上がるね、知り合いのリンゴ飴屋さんとかも出店してもらったりね、競合せんやん、唐揚げとリンゴ飴で、めちゃくちゃあの今も手伝ってもらえるもんね、ね、リンゴ飴屋さんね、いろいろアドバイス聞いたり、うん、それいいね、うん、じゃあそんな感じでちょっと土地決定やね、ほぼほぼ確、ほぼ確、ね、ほぼ確で、1ヶ月ぐらい前に借りて、うん、整備とかも千馬券、ちょっといつから借りるかというのもちょっと今後話し合ってくる、うん、7月からでいいんじゃないかな、7月から借りる、うん、7月から借りていろいろ準備しようよ、そうね、まああれならメンバーだけでもいいけん、うん、草むしりとテラス作りを、うん、とか考えたらやっぱ1ヶ月前ぐらいから借り取った方がいいかもしれないね、うんうん、まあまあの結構な金額するけど、まあ、国道沿いのあんだけの広大な土地やけ、うん、想像してもらったら分かるけど、なかなかの金額あるけど、それでもちょっと借り取った方がいいかもね、うんうんうん、じゃあそんな感じで、うん、土地が決まりました、はい、ほぼ確でーす、ほぼ確、じゃあ次またいろいろ確
考えて、まあ、動画に経営を動画にします。キッチンカーそうね、道具を買いに行ったりもせませんね。そうどういうふうに進めようかというとはまた報告します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。